電源のですね、クリーン、電源ですね、これをアイソテックのですねシグマス48万円のものに変えてみました。ではせせらぎから聞いていこうと思います。Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in her smile? Do you smile to tempt a lover?Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. Babe, just lie there and they die there.Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art. If
せせらぎなんですけども、これはねやはり水の量とね質がもう全然違うっていう、目の前をせせらぎが流れているかのような素晴らしい音が出ましたね。まあアクエリアスもいいなと思ったんですけど、やっぱりもうこのシグマスを聴いてしまうと、この組み合わせではもうアクエリアスには戻れないという感じでした。セレナードですけども、これはホールのですね響きの豊かさ、それと弦楽器のハーモニーの音の太さ、密度感、これがもうアクエリアスは全く違いますね。本当にもう電源だけでこんなに変わってしまっていいのかなっていうぐらい音が良くなりましたね。で弦楽器のですね、らしい感じ、弦楽器ってやはり音がすごく複雑なので再生するの難しいんですけども、その弦楽器らしさもとても よく出てきたように思います。モナリザですけども、これは
例えばですね、スピーカーを変えた時に音が良くなるっていうのは皆さん経験されることだと思うんですけど、ここはタッドなら E1 っていう200万のスピーカーと R1 っていう700万のスピーカーを置いてるんですけど、同じアンプをですね、この E1 から R1 にスピーカーを変えたぐらい、この シグマスを使うことでこの FS20 の音がですね変貌しますね。とてもね、これペア14万のスピーカーの音じゃないですね。ここに置いてたら下手したら B&W の802クラスよりも音がいいんじゃないかって錯覚するぐらいの音が今出てますね。しかもアンプはこのたった25万の小型のプリミアアンプですから、これちょっと驚愕ですね。500マイルですけれども、これピアノのですね、やはりピーク感、これがさらに薄まって、低音がこうより深く沈み込んで、グランドピアノらしい感じがよりしっかり出てきましたね。ボーカルも声の良さ、プロっぽい声の良さ、ヌーンさんが持ってる声の太さ、甘さ、力強さ、そういったものがすごく出て、素晴らしいクオリティの音ですね。じっくりと聴いていたい、そういう気にさせられました。新世界ですね。これはもう圧倒的ですね。音の細かさ、広がり感、SN 感、これはもう本当にいつも聞いてる200万クラスのスピーカーが鳴ってるのと同じクオリティの音ですね。この価格帯のスピーカーとアンプでこういう音が出るのはありえないと思いますし、信じられないし、ある意味あってはならないと思いますね。騙されてる感じがします。それぐらいこのシグマスの音質改善効果は圧倒的でしたね。これでも以前も同じようにテストしてるんですけど、以前はですね電源だけをですねアンプの電源だけをシグマスにつないでたんですよ。で今回はもちろんシグマスってロック値あるので CD プレイヤーの方もシグマスにつないでみたんですね。でこの比較視聴を行う前に要は CD プレイヤーだけは従来のコンセントで撮った場合と、CD プレイヤーもシグマスにつないだ場合の音の違いっていうのを聞いてみたんですね。もちろんアンプはシグマスにつないだ状態で、これねびっくりするぐらい大きかったですね。だからやっぱりCD とアンプと両方シグマスに使った場合とアンプだけシグマスに使った場合の違いっていうのはものすごく大きいので、やはりこれは全ての機器をですねシグマスにつないでやった方が効果が大きいということも確認できました。Do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there?What have I gotta do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word.It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be.The hardest word
sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me sorry seems to be the hardest word. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I gotta do when sorry seems to be the hardest word? この曲で、分かるのはですね、あの音の強さが全然違いますね。あのアクエリアスとシグマスで、例えばあの声で、ボーカルが力を入れた部分、やはりね、あの後半に出てくるチェロの違いすごい大きいですね。音が柔らかく太くなっただけじゃなくて、チェロ本来が持っている音の強さですね、これがあの非常にしっかり出てきたように思いました。